モンタギューハウスジェームズ・サイモン作、1715年、ゴロ・モンタギューハウスは、イギリス、ロンドン、ブルームズベリー地区のグレート、ラッセン・ストリートにある17世紀後半に建てられた大邸宅で、1759年から大英博物館として利用されている。モンタギューハウス・サットン・ニコールズ作、1754年、モンタギューハウスは、初代モンタギュー公爵。 ラルフ・モンタギューにより2度建てられた。17世紀後半はブルームズベリーが最もファッショナブルだった時代であり、モンタギューは現在ではロンドンの中心地であるが、当時は広大な平原に隣接していた土地を購入した。モンタギューの最初の邸宅はイギリスの建築家であり、科学者のロバート・フックの設計で1675年から1679年に かけて建設された。ロバートのスタイルは、フランスの設計とオランダの細部の装飾の影響を受けており、優れた才能を持つ建築家だった。その時代に賞賛されたのは、中央の区画と広大な中庭に面した2つの来客のための区画、それとイタリアの芸術家、アントニオ・ベッリオによる壁画だった。フランス人の画家ジャックルソーも、また壁画を描いている。 1686年、この家は火災により消失した。コーレン・ギャンベルのウィトル・ウィウス・ブリタニクスに掲載された、モンタギュー・ハウスの平面図、モンタギューの邸宅は、プージェと呼ばれるあまり知られていない、フランス人の設計により再建された。このモンタギュー・ハウスは、17世紀の最後の20年間に、ロンドンで建てられた指定のうち最も壮大なものだった。 正面から見たファサードは17のベを持ち、わずかに突出した3つの中央のベと橋には3つのベを備えていた。橋のベは中央棟の来客用ウィングに突き当たっていた。邸宅は2つのメインフロアと地下室、さらに中央にドームのあるマンサード屋根を備えていた。設計は当時の,のフランス様式で中央客間は大広間につながっていた。 フランス人芸術家による内装は、ホレス・ウォルポールに称賛され、その時代同じくモンター牛校により改築された、ボートンハウスの来客用施設に匹敵していたようで、ある。18世紀初頭には、ブルームスベリーは流行の最先端を取り入れた貴族の地区から中流クラスの地区へと穏やかに衰退していき、第2代、モンター牛は、父の邸宅を手放し、ホワイトホールに移った。 彼は、自ら控えめな邸宅を建てたが、それは後に、彼のビクトリア町の末裔、第五代、バクルー公爵ウォルター・モンタギュル・ダグラス・スコットにより、豪華な邸宅へと建て替えられた。ブルームスベリーのモンタギューハウスは1759年に、大英博物館に売却され、それ以来中心的な施設として利用されている。ありがとうございます。